はい、あのね、今回急遽動画を公開する理由としては、もうすごい天才的な才能を発見したので、まずは見てください。で、動画の最後になぜ公開したか、どういう思いで公開したかは喋ってるので、それも最後も聞いてください。あの、まず諦めないでください。お子さん、重度の知的障害、自閉症の方おられたら諦めないでください。すごい才能を持ってるかもしれないって思いで育児をしてほしいと思います。では、それではどうぞ。イエイ。
知っていただきたいっていうのが強くて、でこれ今回何のために挙げるかっていうと、やっぱりね、知的の部分で、まあ、重度と判定されて、で、DQ が特に言語、社会に関しては14なんですよ。だからまあいわゆる言語 IQ が14っていうと、まあ年齢の本当に6分の1とかそれ以下なんですよね。でやっぱり6歳ですけど1歳ぐらいっていう判断で、もうちょっと伸びてるかもしれないですけど、一応判断としてはそうなんですよ。でただあれって順番に試験していくもんなんで、これができたら月齢何ヶ月、発達年齢何ヶ月っていうもの で実際ね、こういう言葉が出ないとか、自分でまだ身の回りのことができずに介助がいるっていう、いわゆる重度の知的障害の子、自閉症の子ってね、他にもおられると思います。で一つね、今回はね、知ってほしいだけじゃなくて、そのうちの子どうせ勉強とか生活無理やから、って諦めてる方も多いって聞いたんですよ。で、うちもね、この次の春からね、特別支援学校に行かすか、もしくは、地域でね、特殊クラスに行くか迷ってます。で、ただね、よく言う、その、天才的なことができる自閉症の子っているんです。まあ、昔の発明者とかね、研究者とかでいるんですってこと聞きますよね。で、それはでもね、知的の部分がない、いわゆる高機能、まあ、アスペルガー症候群の方とかで、そういう IQ は高いっていう方とかはよく知ってて、そういうパターンかなと思いきや、やっぱりね、性もね、特殊な能力はあると思います。特に映像の記憶とかってすごくて、なんでそれが分かったかっていうと、2歳とか3歳で沖縄とか当時行った時に全部場所覚えてるんですね。でも喋れないんですよ、もちろん。で英語も今からね、この後で先日の動画公開しますけど、 A から Z までね、全部ね、アルファベット覚えて歌いながらやるんですよ。話せないのにやるんですよ。だから生活年齢とかっていう、発達年齢でいうと、やっぱり他人とね、関わったり難しいから低く出るんですけど、ただ他よりね、できることがやっぱすごくて、で僕は本人がそんな才能があるなら、そこをどんどん伸ばしてあげたいなと思ってるので、
他の親御さんにおかれましても諦めないでください。なんかねすごい他の子よりもすごい才能ある可能性あると思って探してください。 WS 歌ってもなんで W 作ってるもんななあ、せいなりよな、せいとりよも、あ、じゃあしんとりよもお勉強とか結構さできたりする方やけどさ、リオも IQ120 とかで高いけどさ、でも英語習ってもなくてアルファベット習ってもなくて A から Z まで自分で全部書いてさ覚えてるってさなかなかいないやん。周りの同じ年の子でもさ先に勉強してる子やったらできるかもしれんけどいないやんか。せや教えてないし勉強してんのにできるからな、多分だからなんかで YouTube で見たりとかで記憶してんねん。もうずっとそうずっと W 言うとるけどずっと W 言うとる。